ね、ありがとうみんな、こんばんは、ありがとう、遅くなっちゃってごめんね。あのね、もうね、携帯がやばくてやばくてね、今マネージャーさんがね、すごい一生懸命ね、あの親身になってやってくれて、やっとつながって、もうしかもね、今自分の携帯じゃないの、うん、自分の携帯、もう自分の携帯はこっちにあるんだけど、もうね、今ね、マネージャーさん、面白マネージャーさんが今あの携帯貸してくれてて、やっとね、あの そっちでもね配信しようと思ったらね、なんかラストアイドル2期生アンダーのアカウントですってなっちゃって、でしかも配信がなんか初めての配信みたいになっちゃってね、 それでなんてことだ今までの積み重ねだがーって思って、それもう、ね、やばかったの、本当にごめんなさい、アカウントが違くてさ、うん、ということでちょっと言い訳タイムでございましたが、ありがとうございます皆さん、本当にありがとう、本当にありがとうね、もうごめんね、携帯がもうどうにかこうにかなってて、ありがとうね、みんな来てくれて、ということでありがとうフォーがなんて振っちゃって、ありがとう86タワー、ありがとう、ありがとうね、ちゃんとお礼させていただきますので、どうもありがとう86、ありがとう、サンサンラビュー、ありがとう、そしてパワフォーリーもありがとう、ありがとうね、どうもありがとう、やばいよ、もうさ、今日あのトーク会ね、9時50分には終わって、終わるってあの予定でさ、10時10分とかそれぐらいにはね配信させていただけるという、あの事務所でねしていいよって言ってたからね、そうそうそう、しようと思ったんだけどもね、ちょっとねあまりにもハプニングだらけで、ちょっと本当にごめんなさい、ということで皆さん改めましてこんばんは、お誕生日ありがとう、ありがとう、今日はポニーテールをしました、珍しいわよポニーテールだなんて、うん、トーク会参加してくださった皆さんありがとうございます、そしてね参加できなかったけどね、お誕生日ツイートというか、あの楽しんでねとかいっぱいコメントくださった皆さんも本当にありがとうございます、そしてね、あの通りすがりにおめでとう言ってくれる方も本当にありがとうございます、乾杯乾杯乾杯、いや本当にありがとうね、まあ、昨日はさ、あのしずけ乾杯乾杯って感じだったけど、今日はあのちゃんとあのディナーの乾杯ですね、うん、ありがとうね、青丸バンパイア、ホリシャン、ありがとう、ティオティオもありがとう、なんかこれ、ずっと覚えても美味しそうだね、これ、カッちゃん、レインボースありがとう、あとトール、アラビュー、ありがとう、リカリもありがとう、ありがとうね、キャンピャイということで、ありがとうございます、なってあ、ヤベもケーキありがとうありがとうございます、ちょっとね、あまりにもね、なんだっけ、ちょっと時間、ていうかちょっとねやることがあったものでね、買いに行くのが遅くなっちゃってね、ちょっとまあちょっと今日はピンクのケーキにしようと思ったんだけど、ちょっとできなくてね、そうそうそう、予約すればよかった、まあそんなこんなで、あまあまあ、あ本当にごめんね、俺もう今日配信できないと思ってさ、焦ってたから本当にほっとしたわ、ありがとう、うん、素敵な、ありがとう、こんばんは、ありがとう、携帯はもうやばい、そうツイートもねいいねさせていただいております、ありがとうございます、ありがとうね、本当に ありがとう、そうポニーテールはね、今日特別だからね、恥ずかしいんだよ、あれポニーテール、めっちゃ恥ずかしがり屋なんだけど、ちょっとやらせていただいております、ポニーテールこと高橋みなりです、よろしくお願いします、ポニーテールこと高橋みなりポニーテールことだって、うん、はい、ありがとう、どうもありがとう、コメントたくさんありがとうね、ありがとう、ということでありがとうということでとか言って、なんかねありがとうだらけなんで気持ちが、メルタン、オギ、マロンキ、ありがとう、ゴンスケも、あ、エチゴのトイ、ありがとう、とはありがとう、またお礼書かせてください、どうもありがとう、ありがとうございます、トモもありがとう、イカリン、ありがとう、ミカンもありがとう、アウもありがとう、そうポニーテールはねなかなかしないんだけど、しないんだけどね、あのなんだっけ、なんか好きって言ってくれる人もね結構いて、でも今までずっとしなかったの、なんかライブの時とかも全然しなくて、まあ、今日はしようかなと思って、はい、あ、キャムもありがとう、渡るもありがとう、キャムありがとうだわ、どうもありがとう、ありがとうございます、うまいより似合ってる、似合うありがとう、リカリン、ハムありがとうございます、うんうん、そう昨日はキルベボンのケーキだったんですけどね、今日は違うケーキです、ちょっとクラッカーはだから今日ね家で配信する予定だったんだけど、ちょっとクラッカーを持ってきてないということでね、申し訳ございません、代わりに我が破裂音を口から出させていただきたいと思います、はい、お友純ありがとう、ホリシュンもありがとう、ありがとうね、クラッカーは我の声からの破裂音なので、皆さんよかったら音を消してみてください、ありがとうね、いや多分ありがとうございます、ゴンスケありがとう、タマオリシュンともじゅんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、ということでね、はい、ハリツオ、そうそう、
奥ありがとう。あー、鈴梁さんもありがとうございます。わー、ありがとうございます。そう奥はね、LINE も、あ、そう、LINE もくれたし、グループ LINE でもくれたしね、本当に嬉しかった。そうそうそう、ありがとうございます。鈴梁さんも奥も、うんそう、あのね、グループ LINE、 歌劇団のグループ LINE はね、メンバーが誕生日になってからね、みんなでおめでとうって言ってくれる文化が今ありまして、お誕生日ね、歌劇団のメンバーからも、鈴梁さんもありがとうございます。本当にありがとうございます。そう、みんなからお祝いの気持ちをこうやってもらえるっていうのはやっぱり嬉しいね。ツイートしてたらマジでちょっと触れさ、携帯でもポンコツ中のポンコツだ。そんなこともあるよね。歌劇団と撮ったプリクラと歌劇団のこのシールも貼ってあります、ここに。うん、うん、ちょっとカード折れたわ、最悪だ。カードが折れてた今、カメラのところ。まあそんなことはいいよね、だって今日誕生日だから。いや結構ショックだけど、まあいいや、いいよ、また買うよ。うんこんばんは、ありがとうございます。あ、バリオンさん、ありがとうございます。奥もコメントくれてありがとうね、ありがとうございます。そう、面白マネージャーさんがそうやってくれたということ。しかもね、お皿も用意してくれたの、今日お皿も用意してくれた、ありがとうございます。うん、はい、ということで皆さんありがとうございます。トールもありがとう、ありがとうね。ということで改めまして、あ、サンさんありがとう、ありがとう。うん、やばいよマジで、情緒がおかしなことになってる。落ち着いて、大丈夫、今日は誕生日だから。うん、うん、逆に痩せなきゃ。確かにね、昔のね、やばいよ、落ち着いて。 OK、 マロありがとう、ケーキありがとうございます。やばいやばいやばい、もうさ、ずっと暖房の部屋にさ、ずっとこれ置きっぱなしでさ、やばいやばいやばい。じゃあ改めまして、改めまして皆さん、高橋みのり27歳、お誕生日たくさんおめでとうの、言葉をいただき本当にありがとうございます。どうも本当にありがとうございます。ありがとう、本当にありがとうございます。ツイートでもちょっとしたんですけど、そう、ちょっとね、時差があってね、ツイートも遅かったんだけど、私高橋みのりですね、26歳という年は歌劇団が始まったり、ラストアイドルが終わったり、あ、反対ですね、ラストアイドルが終わったり歌劇団が始まったりという、本当に変化の大きかった1年ではございましたが、すごくいい1年でしたね。自分的にはとってもいい1年で、いや、ありがとう、こちらこそありがとうね。うん、ラストアイドルが本当に大好きだったし、まあ、今も大好きだよ、だし本当に素敵なメンバーに恵まれていたし、本当に大切な居場所なんだけど、さらに同じぐらい大切な居場所を見つけることができて、歌劇団としてまた活動ができて、みんなの前に立てることができて本当に嬉しく思います。うん、最高のメンバーとまたこうやって歌劇団で活動することができてとっても嬉しいです。いや、ありがとう。そしてね、アイドルという枠から、ミュージカル、歌劇団というジャンルに変わりましたが、それでもこうやって応援してくれてるあなた、ありがとうございます。ありがとうね、本当にありがとう、ありがとう、本当にギフトもありがとう。トール、ヨステン、マロンケン、マロー、スーパーウィン、清松、ありがとう、ありがとうね。コメントもね、今ね、読みながらでございますが見させていただいてます。うん、あ、いい場所ありがとうございます、本当に。うん、でも自分の選択は間違いじゃなかったって言えるように頑張りたいし、もっともっと歌劇団をスタートしたばっかだから、まあ、ももにね、頑張れよと喝を入れさせていただきつつも、個人としても、もっともっと自分のやりたいことを精一杯できるように頑張りますので、これからも応援してくれたら、あ、嬉しい、ありがとうね。うん、本当に頑張りますので、どうかこれからも末永くよろしくお願いします。ありがとう。ということでね、こちらハッピーバースデーなんかつけちゃったりしてましたね。ほら、こんな感じで今日はやらせていただきました。本当にありがとうね、みんな、本当にありがとう。こんな素敵な27歳を迎えることができてとっても嬉しいです。本当にありがとうね、頑張るね、これからも。ということでね、乾杯しようかな。お誕生日ありがとう、みんな本当にありがとうね。おめでとうとかもこう、集まってくれたことだけが本当に嬉しい。ちょっとシェアしとこう、ツイッターでシェア。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや本当にね、みんながすごく素敵な方々がたくさんで、本当に自慢の皆さんです。そして自慢のメンバー、自慢の大人の皆さんの中でこうやって活動できてね、とっても嬉しい。本当に嬉しいよ。ありがとうね。うん、毎年ありがとう。いやね、ありがとうね。わー、うちありがとう。にじ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 、ありがとう。また俺かかしてください。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。今日もありがとう。あ、ふじ、くまごまたわ、ありがとう。ありがとうございます。今日もさんもありがとう。ありがとうね。いや、本当にありがとうございます。ありがとう。ギフトね、ちゃんと履歴から書かせていただきます。ありがとうございます。ありがとう。うん、大好き。ありがとう。我もみんなのことを本当に好きです。ありがとう。ギフトありがとうね、本当に。ふじ、ありがとう。ありがとう。いや、マジでありがとうね。本当にありがとうございます。マジでとか言ってちょっとギャル語使っちゃったわ。マジで、でもマジでありがとうね。本当にありがとう。なんかね、今はね、てかね、誕生日とかになるとね、自分のなんか感情は、まあ、昨日の夜ちょっとぶち上げたもので、もう今日はね、もう感謝の一日よ。うん。ありがとう。ありがとうね。ということで、あ、上手にも持ち帰りできた。上手にお持ち帰りできましたので、じゃあちょっと、今日ごめんね、ちょっとピンクとかじゃないんだけど、なんかさ、毎年さ、なんかさ、ブルベみたいなさ、ブルベのケーキ買っちゃってるんだけど、あ、乾杯しなかった。うん、じゃあ乾杯を先行きましょう。ちょっと、ごめんね、椅子に座ってたけど、立ちますね。響いてる。ごめんごめん、そう、広いお部屋だから。ということで、皆さん、改めまして27歳を迎えることができました。皆さんのおかげでね、健康の体で、今生きていることができます。本当にありがとう。これからも一緒に毎日健康で楽しく、過ごしましょう。乾杯。うなぎ、バイバイバイ。ありがとう。乾杯。今日もありがとう。乾杯。ありがとう。あ、みんな乾杯乾杯乾杯。キャビキャビキャビ。ありがとうございます。ありがとうございます。ルー、青丸、青丸、ありがとう。マロンケン、ワタル、マサティ、トール、サンソン、ボンパイア、マク、キャム、ホック、ありがとう。キヨマツもありがとう。ありがとう。梅ちゃんの友達、金魚、マロ、ありがとう。コンスキ、フジエ、ツージの先輩、トモジュン、ありがとう。ありがとう。キャビキャビ乾杯。ありがとう。なんて日だ、今日は最高な日だ。ありがとうね。スータもありがとう。今日のため、いや、マジでね、うん、乾杯の日は兼業ではございません。ゆういちね、ありがとうね。こんばんは、ありがとう。ということでね、なんと、ちょっとね、どうしようかなって思ったの。なんか、ケーキもちょっとね、色ね、あとね、まあ、イエベなケーキもあったんだけど、可愛いケーキも。ちょっと、食べるのは、やっぱ味も、と思って、うん。ということでね、ちょっとあれなんですが、ちょっとごめんね、ちなみにね、電車のこととかもあって、ちょっとこれね、30分までにはね、ちょっと終わります。ごめんね。そうしないと俺、野宿になるから。うん。まあ、ねえ、やばい。ちなみにさ、セロハンテープがくっついててケーキが取れない。よいしょ。うん。誕生日に野宿はさすがにね、さすがによ。あ、ごめん、見えちゃった。あー、くそー。みんなにババーンってやろうとしたのにさ、見えちゃった。見えちゃったよ。見なかったことにして。見てないよね、みんな。笑っちゃう、本当に。バカなんだから。さすがにちょっと今ね、自分にね、嫌気がさした。何してんだいって。はい、ということで。清松ありがとう。ヤビもありがとう。マロはイチゴのトンヤ。ヨシ、メルタン。ありがとう。バラクは、ヨゴレさん。フジエ、ベアベッツ。メルタン、フジエ、メルタン、フジエ、メルタン。ありがとう。ありがとうございます。ということでね。チャチャンチャカチャンチャンチャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャン。誕生日ケーキを見せようと思ったら間違えてバラしちゃいました。チェックしよう。はい、ということで
はい、ということで こちらですね、今回は、生クリーム系の、水色と黄緑と白、まあブルベ、何ベですかね、まあまあ、そんな感じのケーキを、購入しました、うん、ういー、ありがとうございます。そうですね、こうお花みたいな、お花チックな、ちょっと待って、かわいくない？ちょっと待って、ちょっと待って、これとさ、ケーキ写真撮っちゃわない？ちょっとさ、誰か写真撮ってくれる？誰か写真撮ってくれるとか言って、ちょっと誰か写真撮ってお願い、お願い。みんなのスクショね、結構保存してますからね、我。あ、ちょうどテロップもありがとう。1、2、3、4、5、おっほー、こう、こう、ありがとう、ありがとう、うう、楽しみだね、ありがとう、ありがとう。誰か写真ちょうだい、お願い。それかぜひ、あ、今ならね、いいねいっぱいさせていただいておりますので、よかったら高橋みのりとかなんか名前つけてくれたら、いいねさせていただきます、お誕生日おめでとうみたいなしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よいしょ、ツイートです、ツイート、ストーリーとかもね、ありがとうございます。君たち我はこれから家に帰るんじゃ。でもさ、ガブッと行くぐらいならいいよね、ちょっとマスクするし、どうせ。でもさ、ガブッとすることによってさ、口の周りめっちゃさ汚くなる、あざとかなんないんだよ、我。うん、うん、え、そう、バラなんだよ、これ。ポリリ、ティオティオ、私、ありがとう。ティーグー、ありがとうね。確かにこれ、バラのケーキだわ。素晴らしい。ありがとうございます。これ、ガブッとね。ガブッとね。ガブッといっちゃうんだからね。せっかくさ、だってさ、フォーク用意してくれたのにさ。やば。でも毎年毎年こうやってかぶりつける幸せだよね。ありがとう、ありがとう、嬉しいよ、こんばんは、ありがとうね、コメントもたくさんありがとう。マナー、マロ、マナー、いっぱいありがとう、ありがとう、かわいい、ありがとう、なら、うん、豪華よ。だってケーキをかぶりつくなんて、なんかここちょっと生クリーム穴開いてるんだけど。よし、じゃあこっち行こう。で、じゃあお願い事しながら、お願い事しながらちょっとかぶりつこうかな、なんかあの、なんとか祈願みたいな感じ。え、ママ、ありがとう、ありがとう、どうもありがとうね、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ママ、ありがとう、ありがとう、またお礼させてください、ありがとう。じゃあ、マレに関わってくれてる人ね、周りの大人の方だったりメンバーだったりね、お友達、家族、ファンの皆さん、周りの地域の皆さん、すべての方ね、これからも健康で長生きして幸せな毎日を送れますように、そして飛躍した一年になりますように、プップップー、いきまーす、せーの。あざといって何？これはあざといんじゃなくて汚いです。これはあざといに入りませんね。
いに入ります。ちょっと待って、うまー、生クリーム激うまー。あ、いいねいいね、ひげみたいに似てる。ちょっともう一回いきます。せーの、せーで、うまい、生クリーム美味しい。ついた。うわ、しかもこれ緑じゃん。やばい、染み込んだわ。染み込んだ色、着色料入ってるじゃんこれ絶対。うわ、やったわ、やったぜ。うん、美味しい。でも真面目に美味しいよこれ。これは普通に生クリーム、ちょっとごめんね、袖まくらないと多分怒られるわ。ママにいつも言われる。あんたはいつもいつも。ありがとう。腕まくってもこれ。ありがとう、マナワタル、ルイアクテジタケダトール、ありがとう。ありがとうね。うまい。みんなどうぞ、着色多めのところ。あーして、ジュッ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 。何人の人が口を閉じただろう。うん、ああ、ありがとう。ね、確かにね、今日さ、なんだっけ、今日さ、クリスピークリームドーナツからさ連絡来てさ、今日だけ使える 15% オフのクーポンあげるよって来たの。だけどさ、買わなかったよね。今日はラーメン食べるどころかおにぎり1個しか食べてない。おにぎり1個とこれ今、うん、これはね、自分のお洋服よ、大丈夫、自分用のお洋服です。え、大好き、ありがとう、マロ、かっちゃん、トール、マック、ありがとうね。ありがとう、誕生日の、ありがとう。ありがとうね、そうそうそう。15% 引きで、しかも何回も使える。え、いちごあげるよ、これ。いちご、みょん。みょん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 。ありがとう。うんうん。おいしいね。うん。友達みたいな、そう。誕生日マジおめでとう、 15% オフあげちゃうよ、何回でも使っちゃってっていう連絡が来た。うん、あとね、31からもおめでとうって来てたし、ね、いろんなとこ、今なら自分の携帯見れるじゃん。今日はね、ファンの方とお友達や関係者の方以外にもね、いろんな人からおめでとうって来た。イヴ・サンローランからも来てるし、うん、クリッピー、あ、ナイキ、あ、ナイキから来てる、お誕生日来てるかなと思ったらね、あのシューズの抽選、落選のお知らせ、抽選販売落選のお知らせが来てた。あ、約、あ、9点からも来てるね。うん、あ、山田電機オフだよ、あ、これ違うわ。そんな感じでね、来てますわ。うん、ありがとうございます、たくさんの方から来てた。うん、落選だった。最悪だよ。うん、うわー、ラーメン食べたい。え、ラーメンね、あさって食べる、明日じゃなくてあさって、あさって食べちゃおうかね。うん、お洋服はマウジだけど、多分これ持ってないかも。え、この葉っぱの部分の生クリーム硬い。他のね、他の生クリームやここ硬い。うん、面白い味。チョコみたいな味する。うん。うん。抽選落選した。最悪。うんうん。硬
肩叩き30分無料、え、お願いしたいっていうか、あの、こう整体お願いしたい、右、うん、お誕生日だから当選、ねえ、そんなことしてくれないだね、うん、まあでもそりゃそうか、知らない人からは来た、知らない人から、知らない人から来ないんじゃない、あ、LINE、知らない人はね、うん、あ、でもね、今ね、じゃあ言うと、心から LINE が来てますね、心から。ルナタサとかも来てくれ。静岡組はね、今ちょっと結構ね、LINE してますね。また遊びたいねって話してて。うん。ありがとうございます。ね、なんかね、これ美味しかった。なんかチョコみたいな味がした。うん。あさって、絶対ラーメン。うん。免許、あ、やばい、免許更新いつだ？あれ、まだだ。来てないよね。これゴールド免許なんですよ。ゴールド免許。恥ずかしいから見せれないけど。うん、そういう静岡もね、まあ、ファンの方にはちょこちょこっとね、お話しさせていただいた方とかもいるんだけど、27歳ね、今まで結構やっぱラストアイドルの時に静岡のお仕事があまりできてなかったっていうのもあって、今年は、いっぱい、静岡、いっぱいというか、まあ、いっぱいできるのが一番理想だけど、少なからずどんどんラストアイドルじゃない、間違えた、高橋みのりとしても静岡でのお仕事もね、できるようにね、精一杯頑張りたいと思います。まあもちろんね、静岡以外にも東京や、まあ、いろんなお仕事もしたいけどね、そのまだ、できてない静岡でのお仕事、静岡のお仕事っていうのもね、していきたいなって思ってます。これはね、今年中にできたらいいなって思ってます。これ一生懸命頑張りますのでね、うん、昔さ、ラストアイドルだった時にさ、静岡でライブがしたくって、いろんなところ、ライブ会場とかでいろんなところで、ラストアイドル静岡出身が3人います、みんな静岡大好きなのでいかがでしょうかとか、めっちゃ問い合わせしてた。ウケるでしょ。高橋みなりちゃん、佐々木心ちゃん、山本るなちゃんが出身ですとか言ってさ、けなげにやってた時がありました。うん、あーねー、そう、一緒にできたらいいですよね。そう、静岡、まあ、いろんなところでもちろん大阪とか、それこそこの前タイとかやったし、活動、歌劇団としての活動もそうだけど、まああとテレビとかの仕事とかも、ね、個人でどんどんやっていきたいけど、まあ、やったことのなかった仕事っていうのを一つ目標にちゃんとしていかなきゃなって思ってるので、そうですね、静岡ちょっとできたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。頑張る。うん、やばいね、時間、この食べてられないね。食べてられない、あ、ごめん。ごめんね、ちょっと口の中にあるのに喋っちゃった、ごめん。食べてられないねとか言ってさ、食べちゃってるの。うん、ありがとう。うん。ね、うん。そう。ありがとうございます。お誕生日めでとう。ありがとう。嬉しい。うん。でも、ありがとう。みんなね、そう、画像とか、あとプレゼントとかも本当にありがとうございます。本当にありがとうね。あとツイートとかも本当に嬉しい。うん。あとストーリーとかも載せてくれたりとかで、多分ね、ちょっとごめんなんだけど、インスタグラムに載せようと思ったんだけど、インスタグラムにね、載せようと思ったの、画像を今日、でもね、ごめんだけど、我の携帯はもう画像が載せれなくて、ツイートしかできないの、文しか載せれなくて、画像が今ね、映像、画像、動画、もう全くもってね、もうダメなの。だからちょっとね、ちょっとごめんなさい、ちょっと、もしかしたら、ちょっと明日もできないかもしれない。明日配信できるかが分かんなくて、ちょっと怖い。うん、ワンちゃん、ちょっとお姉ちゃん借りるか、携帯ね、なるべくね、配信できたらいいなって思ってるので、ありがとう、ここにいて。ありがとう。うん、静岡かっこいいね、やりたいね、やりたい、やりたい。うん、ミュージカル公演ね、世界ね、中国でね、さ、結構さ、マネージャーさんとかもさ、もちろんね、もちろん日本で活動してるからこそ、日本のファンの皆さんが主にいるし、日本のファンの皆さんに向けてもそうなんだけど、やっぱタイに行った時とか、ごめん、ちょっと今声がおかしい、タイに行った時とかもそうだけどさ、タイに行った時に日本の皆さんにもしっかりお礼をしましょうって言われたんだけど、もちろんそれそうなの、うん、そうそうそう、もちろんそうなんだけど、まあタイ以外にもこうやって、あ、日本以外にもたくさんの人が応援してくれてる、韓国だったり台湾だったり中国だったり、ベトナム、
あとね、シンガポールの方もいるし、インドネシアね、なんかいろんな全国から応援してくださってる人がいるからこそね、そう、もう本当にもうやっぱもう 全世界レベルで感謝だなって思ってます。本当にありがとう、うん、トールレインボースターありがとう、ありがとう。あ、ちなみにね、画像が見れたり、送ってもらったりすることはできますので大丈夫ですよ。ただそうそうそう、我がね送信できないの、うん、トールありがとう、ありがとうね、うん、そう、全人類に対して本当にありがとうございますって。もう日本のミュージカル、そう、日本の文化をっていう意味でも、日本のなんか日本を代表できるような人になりたいなって、もうあのモモに言っとくね、うん、マコ乾杯ありがとう、あ、スーターもありがとう、ヤビもありがとう、ちょっとまたギフトにありがとうございます、うん、ダントさんありがとうございます。そう、お茶はあります、水ある、マコもありがとう、ありがとうございます、ありがとう、みんなギフトまたありがとうございます、お礼させてください、うん、電車ありがとうございます、電車大丈夫、ありがとう、うん、余裕を持って30分にしてるから、うん、ということですね。そう、そんな1年、うん、一人でやるの、うん、こんばんは、ありがとうございます、うん、なんかすごく感謝の1年だったかな。なんかラストアイドルが終わってしまうことに対してもやっぱみんなのおかげでここまでやってこれたっていうのもそうだし、またスタートできたのもみんなのおかげだし、スーさんありがとう、ありがとうね、あ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます、ありがとう。カラスとかカメもマネとも、え、ありがたいな。ちなみにね、ちょっとさ、お誕生日だからお誕生日の話をちょっとさせていただくんだけど、ちょっと待って、じゃあこれさ、今さ端末違うからさ、みんなにさ可愛いさ声を聞かせてあげる、みんなちょっと聞きたいでしょ、させていくか、うん、素晴らしい、いや本当にそうだよ、我のファンの人はマジでみんな自慢、マナありがとう、どうもありがとうございます。ちょっと待ってね、じゃあ行きます。アピでは、行きます。最後まで歌ってないのに、こうやってあのね、映像動画できたんだけど、こうやってハッピーバースデーミーニャー、ハッピーバースデーミーニャー、なんとかかんとかミーニャー、できたって言ってママにね、そう、できたって言ってかわいい。そう、なんかあとミーニャーにあの電話したいって言ってくれてたみたいで、さっきちょっと電話したんだけど、さっきってかトークが始まる前に電話したんだけどね、みーにゃんおめでとう、みーにゃんでね、ポニーテールしてたから、みーにゃんかわいいって言われた、かわいいよ、あなたの子かわいいよ、かわいいよって、みーにゃんかわいいって言われました。好き、はい、そんな感じでした。本当に好きが増しました。うん、そんなこんなでね、はい、こちらチェリーちゃんからのバースデー動画でした。うん、そうだよ、ほんと可愛いよね。まあちっちゃい子っていうのはどんどん成長しますがね、これからもね、みーにゃんって言ってくれたら嬉しいと思います。そう、ちょっとね、いやでも本当に良かった、ちょうどこのマネージャーさんの端末だったからこそ、あの今あの聞かせていただけて良かったです。うん、聞いてもらえて良かった、うん、ねえ、マジ最高だったトール、マック、サンソン、マロ、オギー、マナ、コンサ、リカリン、マナ、スーさんありがとう、どうもありがとうございます、ありがとう、みやこ先生ありがとう。うん、ね、かわいいよね、素敵よね、うん、そう、みんなも動画ちょっと送ってくれてもいいからねまあでも本当にね、歌ってくださったりとか本当ありがとうございます。あの今年は本当にたくさんの方とお祝い、あのお祝いの心をいただいて、気持ちをいただいて本当に嬉しかった、本当にありがとうございます。ちょっとボタンだけつけとこうか。うん、本当にね、なんかもちろん昨年はラストアイドルだったけど、今年はまた環境が変わってね、こうやってまたついてきてくれる皆さんがいて、お祝いしてくれる皆さんがいて、とっても嬉しかったです、ありがとうございます、ありがとう、素敵な、ありがとうね、本当にありがとう。またね、そう、また来年一緒に過ごせたらいいなって思ってます。まあ来年はね、会えたらいいよね、本当に会えたらいいなって思ってます。いや、ありがとうね、うん、いや本当、いやでもお祝い事っていいよね、お祝いできるっていいよね、うん、
本当にいいなって思った。やっぱこのおめでとうとかさ、ありがとうっていう言葉ってさ、めっちゃさプラスだしさ、本当心地いいよね。もういつでもみんな動画やら画像やら本当待ってますので、良いお年を。わかんない、あのね、そうトーク会とかね、今回はあのなんだっけ、我とお話っていうトーク会じゃないからこそ、多分もしかしたらあるかもしれないんですけどね、その年末とかにあるかもしれないんだけど、あのもしもね、またある時にはぜひ参加してくれたら嬉しいです。もうね、配信間際なのにちょっと気になったので、ちょっとマスカラついちゃってるわ。なんでトーク会の時に気づかなかったんだろう、今更、もう配信が終わるのに。ありがとうございます。本当にありがとね。ね、また次は一緒にね過ごせたらいいな。野宿やばいやばいやばい、ということでね、終わりますね。そうだね、また会えたらいいな。まずっからということで、じゃあ終わりたいと思います。ランキングを読んで終わりたいと思いますが、皆さん本当にありがとうございます。本当にありがとね。はランキングを読んでおります。何ありがとう、ありがとうございます。あざとい、あざとい、なになになに、ピロっていうのがあざといだって、つけてみようか。ちょっとじゃあ最後にみんなに言うあざといを、あざといをちょっとやってみるね。 生クリームをさ、こうやってつけるんだよね。こんな感じ、ちょっとでかいかな、ちょっとあざとごめん、ちょっとでかすぎるわ。あざといにしたらちょっとでかい。あー、また出なくなった。でかっつけすぎ、ねえ、わかんない、わかんない、ダメだ、あざといって難しいわ。あざといって難しいわね、本当に。めっちゃ綺麗に撮れたんだけど、すごくない？めっちゃ綺麗、ほら。はい、じゃあ終わります。無理だ、絶対無理。あざとい、あざといできないわ。あざとくなくて何が悪いの？にならでき出れるわ。あ、ペロ、今のやった、あれ今やった、見た、みんな見た、あれ今ペロってしてたよね。もうなるほどね、こうやって取るのはね、こうやってゴシゴシじゃなくてペロっとね。我って言われてるそうなの、同じ名前でよかったわ。ありがとう。やばい、ベロを出す、やばい、無意識。あざとき、もしかして我、終わります、やばい、ということで終わります。やばい、ガチ野宿になっちゃうからね。よしよし、終わります。ではランキングを読みましょう。かっちゃん、ありがとう、どうもありがとうございます。13位から27位から読みます。ちょっとごめんなさい、早めランキングでごめんなさい、これちょっと自分の生活がかかってる。はい、いきます。マロンケン、ワタル、マク、青丸、アーツ、ホックン、ルイ、オギ、リカリン、オマル、フリシュン、カッチャン、ヴァンパイア、スーパーウィン、ありがとうございます。ありがとう、どうもありがとうね、ありがとう。13位がサンソン、ありがとう、どうもありがとう。12位がヨシハル、ありがとう、ヨシハル、ありがとう。11位ゴンスケ、ありがとう、ゴンスケ、ありがとう。10位ティオティオ、ありがとう、ティオティオ、ありがとう。9位がヤビ、ありがとう、ヤビ、どうもありがとう、ありがとう。ヤビ、8位、マロ、マロ、ありがとう、マロ、ありがとう。して7位、トール、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そして6位、メルタン、ありがとう、メルタン、どうもありがとう、ありがとう。そして5位が86、どうもありがとう、ありがとう。そして4位がイチゴのトンヤ、ありがとう、どうもありがとう。そして3位がキャム、ありがとう、キャム、どうもありがとう。
ありがとう。キャムー、キャムいつもありがとう。お誕生日おめでとう。あおめでとう。ありがとう。ありがとう。そして2位はマナー。ありがとうマナー。どうもありがとう。どうもありがとう。マナー、着色いっぱいだよ。いつもありがとう。おめでとう。誕生日おめでとうね。おめでとうマナー。あおめでとう。ありがとう。ありがとう。そして今日の1位はふふふじえ。どこから読んでもふじえ、逆さから読んでもふじえ、右から左からふじえ。ありがとう。どうもありがとう。あ、ここにね、いちごあるんだよね。そういえばほら、いろんなものにくっついて染まってる。なんとも汚いいちごですが、貴重ないちごです。どうもどうもどうもありがとう。 ありがとね。すごい色したいちごだけど、どうぞ。あこれはうまいね。藤井の味がしたよ。まだいちごあった、ラッキー。あ、でも終わらなきゃね。うん、ということで、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。はい、ということで、ありがとう。みんなありがとうございますね。ほんと食べとる場合じゃないのよ、こちとら。やばいやばい。あ、ありがとう熱帯、ありがとうね。みのりもありがとう。藤井もありがとう。どうもありがとう。かっちゃんありがとう。みやんこ先生もありがとうございます。ありがとうね、いっぱい。あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ということで、あの皆さん改めましてね、あ、ちょっと汚いからやめよう。たくさんの方にね、27歳お祝いしていただきまして、とってもいいスタートになりました。本当にありがとうございます。ありがとう。これからもね、みんなのために一生懸命頑張りますので、どうか応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。やばいね、そろそろガチやば、激やばね。はい、ということで、はい、よろしくお願いします。お泊り会しちゃう、マジマパーティーでもしちゃう。はい、じゃあ終わりたいと思います。皆さんまたぜひよろしくお願いします。何をだって、あ、そんなね、Twitter、Instagram、TikTok、ショールームぜひフォローお待ちしております。でね、まだまだ誕生日は終わってませんので、ぜひツイートとかも、あ、プレゼントとかちょっと遅くなっちゃうって言ってた方もいらっしゃるんですけど、全然いつでも大歓迎ですので、ありがとうございます。本当にね、何もね謝らないでくださいね。はい、そしてツイートとかもね、ぜひしてくれたら、ぷぷ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 ぷ、いいねします。よろしくお願いします。本当にしてくれた方もありがとうございます。あ、ファイヤーサーフもありがとう。ありがとうね。ありがとう。ということで、またありがとうございました。バイバイ。みんなも気をつけてね。みんなもと言わず、自分も気をつけて、じゃあね。ありがとう。ありがとうね、みんな。ありがとう。バイバイ。あー、寂しいけどバイバイ。本当にやばいからバイバイ。